ビッグバンメンバーの現在は活動再開についても、皆さんは韓国アイドルグループビッグバンをご存知でしょうか。ビッグバンは音楽性の高さが評価され、海外でも人気となった伝説のグループです。メンバー一人一人のポテンシャルが高く、5人の魅力がそれぞれ光る絶妙なバランスを持ったグループのビッグバン。 K-POP の第2世代として活躍した彼らは現在どんな活動をしているのでしょうか。今回はビッグバンのメンバーの現在や活動再開についてご紹介していきます。ビッグバンはどんなグループ？ビッグバンは YG エンターテインメントの練習生時代にビッグバンビギニングというサバイバル番組に出演した5人組グループです。2006年8月19日に行われた YG ファミリー10周年コンサートで韓国でデビューしたビッグバンは、革新的なサウンドとパフォーマンスによって注目され、同年の12月30日にはソウルオリンピック主競技場で単独コンサートを開催して話題となりました。日本では2008年にインディーズレーベルからデビューし、3月28日の東京を皮切りに3ヶ月で全11都市18公演を行い、21万人超動員のアジアツアーを行いました。一度聴いたら耳から離れない魅力的な楽曲と、誰でも真似したくなるキャッチーなダンスで一体となるパフォーマンスが全世代から爆発的な人気を獲得しましたよね。2015年には韓国で4ヶ月連続新曲の発表をし、世界15カ国32都市でワールドツアーを行っています。その後2017年からメンバーが徐々に入隊していき、空白の4年間ができてしまったのでした。メンバーの現在を紹介。では早速世界で注目されたビッグバンのメンバーの現在をご紹介していきましょう。 G ドラゴン。ビッグバンのリーダー G ドラゴンさんはハイトーンラップが特徴で、楽曲プロデュースや振り付けなど何でもこなす、まさにビッグバンの頭脳的存在です。本名のジヨンの4は竜という意味があり、 G ドラゴンもそこから取っているそうです。髪型やファッションは常に注目され、韓国ではファッション誌に多く取り上げられています。実は幼い頃から子供向け番組に出演していたり、8歳から SM エンターテインメントで練習生として活動していたという G ドラゴンさん。その頃から才能あふれていたのですね。しかし2011年 G ドラゴンさんは大麻吸引の疑いで調査を受け、検察から起訴猶予処分を受けたことがありました。再発防止を約束したことで裁判に引き渡されずに済みましたが、兵役中にも何やら問題があったようです。2018年足首の不安定症で服務中に入院となった G ドラゴンさんは一人部屋を使用したことで議論されました。また2019年服務期間中に76日間の休暇を取ったとして指摘されましたが、そのうち47日間は病気休暇だとして釈明していました。兵役中の特別待遇や不誠実な行動で問題視されていたのです。2021年には韓国のパパラッチにブラックピンクのジェニーさんとの熱愛が報じられました。当時交際1年目とされ、YG エンターテインメント所属の先輩後輩カップルとして注目されていましたね。日本でも水原希子さんや小松菜奈さんなどと噂になったことがあり、恋多き男性としても有名です。そんな G ドラゴンさんは2022年韓国版 VOGUE のインタビューで、これからも音楽を作り続けるつもりですと語っています。トップさんはメンバーの中で最年長で、ハスキーな低音で繰り広げられるパワフルなラップが特徴です。中学生の頃からラッパーとしてクラブで活動していたそうです。トップさんは本名のチェ・スンヒョンで、俳優としても高い評価をされていて、新人男優賞を受賞した経験もあります。2017年2月9日に入隊したトップさんですが、同年の6月に大麻吸引で在宅起訴されていました。
ソウルの警察官として服務中だったトップさんが朝になっても起きてこないため、確認に行くと意識を失って倒れていたそうです。そのまま病院に搬送されて治療を受け、常用していた精神安定剤を多量摂取したことが判明しました。トップさんの叔母の証言によると、長年うつ病とパニック症に悩まされていたとのこと。感受性豊かで繊細なトップさんには服務は相当な負担だったのかもしれませんね。その後、執行猶予2年懲役10ヶ月の判決を言い渡されたトップさんは、2022年にビッグバンのスティルライフをリリース後に事務所を退所しました。そんなトップさんは、前澤友作さんのディアムーンプロジェクトで月周回を行うとして注目されています。世界中の100万人以上の応募の中から厳正なる調査を通過した8人に選ばれました。祖国を代表することに大きな誇りと責任感を感じる。夢を持つ全ての人々に不可能なんてないと感じてほしいと意気込みを語っています。ソルさんはメインボーカルを担当しています。圧倒的な歌唱力とキレのあるダンス、ステージでさらに魅力を増すソルさん。クールなイメージですが、普段は可愛い一面を見せ、そのギャップに魅了されるファンも少なくありません。ソウルフルなボーカルと独特なダンススタイルはパフォーマーたちの憧れでもあるようですね。世界中を感動させるマイケル・ジャクソンのようなアーティストになることを夢としているソルさんは、英語も日本語も得意としています。12歳でミュージックビデオに出演したことをきっかけに YG エンターテインメントの練習生となり、 G ドラゴンさんと共にハードな練習期間を約7年も過ごしてきたそうですよ。そんなソルさんは2018年に女優のミンヒョンリさんと結婚し、2021年に男の子が誕生しています。メンバーの中で唯一の既婚者となりましたが、ミンヒョンリじゃなかったら結婚は考えなかったと話しています。本当に素敵なカップルですよね。2022年10月には自身のインスタグラムの写真を全て削除し、プロフィール写真は真っ黒な背景になっていることで話題になりましたね。一部では日が昇る直前の闇を意味してカムバックを予告しているという意見が上がっているようです。また2023年1月にソロアルバムを発売予定のソルさんですが、 BTS のジミンさんがフィーチャリング参加すると報じられ、話題となっています。 K-POP 界の第2世代と第3世代のコラボは大注目されること間違いなしですよね。 V.I さんはビッグバンの元メンバーです。日本語が堪能でバラエティ番組にも多数出演し、日本でレギュラー番組も持っていた唯一のメンバーです。ジョイダンスアカデミーの開校、クラブの経営、ラーメン屋のプロデュースなど様々なことを手掛けていますね。しかし V.I さんは性売買斡旋、常習賭博、業務上横領、特殊暴行教唆などなんと9つもの罪で有罪となり、2019年3月にグループを脱退、所属事務所との契約が終了しました。2020年には兵役義務のために入隊しますが、軍事裁判で3年の懲役を言い渡されました。2022年5月に新裁判で全ての罪を認めて反省するとし、懲役1年6ヶ月と減刑されたそうです。現在は国軍刑務所に収監中ということですが、控訴審宣告が最終確定すると、さらに1年1ヶ月を服役し出所となるそうです。芸能界復帰など今後どのようになっていくのか気になるところですね。 D ライトさんはボーカルを担当しています。ファルセットが特徴で、音域の広さを生かした心に響く歌を聴かせてくれる D ライトさん。音楽に対してとてもストイックで、レコーディングには人一倍時間をかけると言いますが、いつも笑顔のムードメーカーでもあるのです。日本のアーティストの曲をカバーしたアルバム「ディスカバー」で日本ソロデビューを果たし、単独で全国ツアーをするほどの実力を持っています。2011年には道で倒れている男性をはね人身事故を起こしてしまいます。
警察の調査を受けている間に男性が死亡したと知らされ、両親の顔を見ることも食事を取ることもできず、一人で泣き続けていたそうです。ネット上の殺人魔という言葉に傷つき、自ら命を絶つことも考えてしまったのだとか。そして2019年にはカンナムに所有する建物で違法な遊興酒店を運営しているとして問題となりました。2017年にこの建物を購入したDライトさんですが、実は2005年からこの建物では遊興酒店が運営されていたそうです。Dライトさんは建物のオーナーというだけで全くそのような事実を知らず、営業とは無関係と述べましたが、不動産関係者は購入者はフロアを見て回るのが基本、 100% 知っていて購入したはずだと断言しています。その後は400億ウォンでこの建物を売却したそうです。 Dライトさんはこれまで SNS での発信をしていませんでしたが、2020年6月から YouTuber として活動していました。ディスプレイのチャンネル名ですでに登録者数も45万人ほどいます。というのも、名前や顔を明かしていなくてもファンにとっては声ですぐに分かってしまうそうで、すでに見バレしてしまっていますが、本人じゃない設定を貫き通しています。Dライトさんらしいですよね。現在も様々な動画を投稿してファンを楽しませてくれているので、まだ見たことないという人はぜひご覧になってみてくださいね。活動再開について、ビッグバンはメンバーの入隊のため2017年から空白の4年間ができてしまいました。そんな中、2022年に活動再開のニュースが舞い込んできたのです。VIさんの脱退によってこのまま解散してしまうのではないかと噂もされていたビッグバンですが、再びファンの前に姿を現してくれるようになりました。2018年3月にリリースしたフラワーロード以来4年ぶりとなるスティルライフは、2022年4月5日の0時に YouTube チャンネルにて MV が公開されました。リリースされると世界33カ国の地域で iTunes 1位を獲得、韓国の主要音楽サイトの全てでも1位を獲得し、ビッグバンの人気を今でも感じ取ることができました。リリースされたスティルライフは今までとは違った落ち着いた曲調となっています。メロディーが心地よい、自分の子供時代を思い出す、ビッグバンはまだまだ続くと感じられるなどといった意見が多く、新曲に対しての反応もとてもいいものとなりましたね。これからビッグバンがどのように活動を進めていくのか楽しみですね。まとめ、いかがでしたか？今回は韓国の人気グループビッグバンのメンバーそれぞれの現在の様子や活動再開についてご紹介してきました。ファンが待ち焦がれた活動再開のニュースは残念ながらメンバー4人でとなってしまいました。しかし新曲への反応もとてもよく、まだまだビッグバンの人気が衰えていないことがうかがえましたね。これから日本での活動も期待したいですね。